数学ウィキペディアが分かりにくい時の対処法、解説します。ウィキペディアで数学の記事を読んで、困ったことはありませんか？例えば、確率微分方程式のページ。確率微分方程式とは、項が確率仮定である微分方程式で、解自身も確率仮定となるものである。知識がないと、よく分かりませんね。でも、難しいだけで、情報が役に立たないわけではありません。この動画を見ると、数学ウィキペディアの簡単な活用法がわかります。数学の専門知識をざっくり知りたいなら、ぜひ見てください。活用法1は、チャット AI を使うこと。学術用語の概要を知りたいなら、ウィキペディアより AI の方が良い。むしろ、チャット AI は一般人向けの百科事典として最適です。実際、僕の場合、以前はウィキペディアで調べていたことの多くが、AI に置き換わりました。ウェブから無料で簡単に使えるので、やり方を紹介します。有名サービス、チャット GPT を例にしましょう。概要欄のリンクから、チャット GPT のウェブページを開きます。画面下側のチャットボックスに、知りたいことを書くだけです。例えば、〇〇の概要を知りたい。小学生でもわかるように、確率微分方程式とは、将来どうなるかが、少し不確かな時に、物事の動き方を調べるための数式。これだけで概要はつかみやすくなりました。すでに、ウィキペディアの記事より優れた点があります。それは前提知識から話してくれること。ウィキペディアの記事では、他の記事や専門知識を前提にしていました。そのため、その記事単体で読めるとは限りませんでした。特に数学の場合、用語を遡ってみても理解が難しいことも、そういう内容を、AI は噛み砕いて教えてくれます。さらに、追加で自由に質問できます。文字選択すれば、特定部分を引用できます。確率微分方程式には、どんな応用があるのか、そもそも微分方程式や確率って何なのか、数学の文章を読むためには、基礎知識の確認が大事です。Wikipedia の元のページをできる限り読みたいなら、アドレスを渡せば要約してもらえます。特に長くて概要がつかめない時は便利です。チャット AI を使う注意点は、内容がすべて学術的に信頼できるとは限らないことです。大学でレポートを書くなら、AI は出典にはできないでしょう。ただし、それは Wikipedia も同じことです。そもそも Web の情報は、正確性の面で完全に信頼できるとは限りません。でも、レポートを書く前の下調べには使えますね。個人的な感覚としては、AI は専門知識でもそこそこの回答をしてくれます。証明のような論理的な処理は、まだ微妙ですが、知識問題なら十分なレベルです。もちろん、本物の専門家ほどには信頼できません。でも、たまたま知りたくなった分野の専門家に、気軽に聞く。そんな関係性を持つのは、簡単ではありません。大学レベルの専門的な情報についてすら、気軽に聞けるのはすごいことです。ウィキペディアを読むほど知的好奇心がある人は、絶対に AI も使ってみてください。活用法には、英語版の記事を読むこと。例えば日本語版での英語キーワード、ストキャスティック、ディファレンシャル、イクエーションを調べます。違いを見比べると、英語版では株価や熱変動など応用が示されています。また、明示的な解の例が書かれています。英語版の方が明らかに情報が多いです。この例に限らず、専門用語のウィキペディアは、英語版の方が詳しい。日本語ページは、英語版の部分的な翻訳が多いです。英語が苦手な人は、チャット AI を使って読みましょう。アドレスを渡せば、日本語で質問できます。より正確に読解したいなら、翻訳サービス、DeepL を使いましょう。コピペすれば翻訳してくれます。別の動画で詳しく解説したので、そちらも見てください。そもそも、日本語と英語を比べると、専門的な文献は英語の方が多いです。数学の場合、学部4年のセミナーで英語の教科書を読むのは普通です。論文は英語が多いです。そして、Wikipedia の記述は、できるだけ出典に基づかなければならない。しかし専門分野になると、日本語の本は減ってきます。これが日本語ウィキペディアが難しくなってしまうジレンマですね。もちろん、日本語版ページが存在しないより、ある方がありがたいのですが、日本語のページを見ただけで、門外漢の人が萎縮しうるのも事実です。英語版を読めば、もう少し身近に感じられるでしょう。活用法3は、関連ページをたどること。
Wikipedia では用語にリンクがあるので、それを見ていきましょう。例えば確率仮定や微分方程式のページなら、わかるかもしれない。図があれば雰囲気がわかります。ページの下側には関連ページがまとまってます。数学の記述は難しいものは難しいです。でも、無力だと思わないでください。今の知識では読めないだけです。読める知識で書かれた関連ページを探しましょう。わかるところまで戻るのは数学学習の基本です。知識体系は積み重ねでできています。相対的に簡単そうなページを探しましょう。Wikipedia の用語を使って他のサイトで検索するのも手です。用語によっては YouTube で解説があるかもしれません。例えば確率微分方程式なら、アイシアさんや呼びのりさんの動画が出てきます。一つの Wikipedia ページにこだわると得るものは少ないです。しかし、そこには多くのキーワードが眠っています。それを使って調べれば、その用語の概要はつかめるでしょう。活用法4は、紙の本を読むこと。Wikipedia をちゃんと読めるようになりたいなら、本を読むしかありません。Web で即席でわかることは限られています。専門知識が前提の文章は、それだけ見て努力しても読めません。分野に興味が出てきたら、紙の本を探しましょう。お金と時間はかかりますが、それが一番コスパがいいです。例えば、Amazon でキーワードの本を調べましょう。本を読むときは前提知識、目的が大事です。特に数学の予備知識がないなら、簡単そうな本がないか調べます。新書、確率微分方程式。金融、確率微分方程式。経済、数学。数学的キーワード多数応用分野名で調べてみましょう。一番簡単そうなのは、金融工学、超、入門。これは確率微分方程式以前の金融工学の話ですね。数学の本で比較的優しそうなのは、計算と例題で、なるほど、とわかる確率微分方程式。ただし、これは数学の専門書と言って良いレベル感です。2冊の間にはとんでもないギャップがあります。どうしても知りたいテーマなら、とりあえず見つかった本を買いましょう。概要欄にリンクがあります。ただし、ネットで買う数学の専門書は、多くの場合で難しいでしょう。さっきの本は、速度論やルベーグ積分を習得していない、初学者にも学びやすい、と説明されています。しかし、その知識があった方が読みやすいのは確かです。そもそも、その基礎である集合論を身につけていないと、読むのは冒頭から苦しそうです。結局、数学を知りたいなら、基礎から知るしか道はありません。分野の性質上、すっ飛ばして学ぶのは難しいです。一般書をどんなに読んでも、専門的な数学がちゃんとわかることにはつながりません。つまり、自分をレベルアップさせるしかないのです。その方法を話すには紙面が足らないので、ひとまずチャンネル登録して他の動画を見てください。そこまで肩肘張らなくても、何かしら本を買って読めば、Wikipedia 以上に世界が広がるでしょう。チャット AI を使って概要を知る。関連ページを探して、わかる部分を読む。気になる分野なら、本を買う。数学を深く知るための入り口として、Wikipedia を活用してみてください。